皆さん、こんにちは。この動画では、パワプロでの12球団歴代ユニフォームの作り方を紹介します。今回は近鉄編です。他球団のユニフォームの作り方は、プレイリストにまとめていますので、ぜひご覧ください。また、ユニフォームを再現するにあたって、ご覧の条件でユニフォームを紹介しています。あらかじめご了承ください。まずは、初代近鉄パールスのユニフォームから紹介します。近鉄は他球団より数年早く、1950年からホームとビジターのユニフォームを使い分けていました。また、白、黒、ネイビーなどが多かった当時としては珍しく、スカイブルーのユニフォームを導入していました。こちらが白です。少し青を落として、クリーム色っぽくしています。この色はホームユニフォームのほか、ビジターユニフォームの文字の色でも使っています。続いて、ネイビーです。ネイビーは帽子、袖、スパイクなどで使う基本カラーとなります。次に、ベルトの茶色を紹介します。1950年代には、茶色のベルトは珍しくありませんでした。最後に、スカイブルーです。正解があるわけではありませんが、一つ参考にしてもらえたら嬉しいです。ピッチャー関根、バッターは1番ピッチャー関根、投げた、ハーフ、アウトコース低め外しました、投げました、ノーストライク、ツーボール。第3球を2代目近鉄パールスは白と黒、グレーのみのとてもシンプルなユニフォームでした。胸ロゴに P の文字が入るだけなので簡単に再現ができます。胸ロゴと背番号は黄色で縁取っていたようです。グレーは見本の色の通りですが、念のため紹介します。バッターは1番鈴木、投げました、ストライク、近鉄は1960年から黄色が目立つユニフォームを採用しています。ご覧いただいているのは1962年から1965年まで使用していたモデルです。1960年と1961年は胸マークがバファローでした。作り方も非常にシンプルで、ご覧の黄色と黒、グレーを組み合わせれば完成します。ピッチャー久保、バッターは1番、第1球を投げました、内角低めストライク、投げた、ワンエンドワン。近鉄は1966年からネイビーとグレーをベースとしたユニフォームを採用します。ご覧いただいているのは1971年まで着用していたモデルです。ネイビーはご覧の通りで、グレーは若干青を多めにしています。また1972年から1973年までは帽子のつばにもご覧のオレンジが使われていました。ピッチャー鈴木、バッターは1番土井、第1球を投げた、変化球ストライク、投げました、直球インコース低めボール。続いて、近鉄史上最も長く採用されたユニフォームを紹介します。79年、80年、89年に優勝を果たした縁起の良いユニフォームとされています。この頃はユニフォームのデザインが多様化してきており、一部再現には限界があります。帽子の白とネイビー、袖の赤は再現を断念しました。帽子、ベルト、スパイクの赤はご覧の色にしています。ネイビーは割と青っぽく見えるので、
私はご覧のように B を少し上げています。ちなみにビジターの近鉄の文字もこの色です。ホームユニフォームは少し黄色っぽく見えるのでご覧のクリーム色にしています。ビジター用のスカイブルーは先ほど紹介したものと同じ配色です。バッターは1番大石。第1球を投げました。フォーク、ストライク、ワンストライク、ノーボール。投げた、ストライク。最後に大阪ドーム移転後の大阪近鉄バファローズのユニフォームについて紹介します。この頃の近鉄は濃紺と白を基調としたシンプルなデザインに回帰しました。当初はビジターユニフォームはご覧の赤が採用されていましたが、現場からの指示がなく急遽99年より濃紺を追加した歴史があります。その濃紺は RGB 比をこの通りにすると当時に近い色合いになります。背番号や胸マークで使うオレンジはこの比率にしています。胸マークは赤のようにも見えますので、先ほど紹介した赤を採用してもいいかもしれません。ちなみにセネームの水色は日本色のままとしています。バッターは1番、はい、第1球を投げました。変化球、ストライク。第2球を投げた、低め、ひざ元ボール。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。